レノファ山口 FC は5試合ぶりの勝利をここホームで、水戸ホーリーホックは上位に向けて3試合ぶりの勝利で勝ち点を積み上げた一戦です。16位レノファ山口 FC、 そして3位の水戸ホーリーホックです。夏休みということもあって子どもたちも大勢このスタジアムに駆けつけてくれています。それでは山口のフォーメーションとともにスターティングメンバーご紹介していきましょう。ゴールキーパー吉水です。3バック右から前高幸、楠本、そして菊池。ボランチは今日は三幸と佐藤がコンビを組みます。右に河合、左には高木、シャドウの位置に佐々木と高井、ワントップ宮代を予想しています。そしてアウェー水戸ホーリーホックのスターティングメンバーフォーメーションとともにご紹介です。ゴールキーパー松井です。ディフェンス4バック右から岸田翔平、ンドカボニフェイス、そしてキャプテンの細川、左には七。ダブルボランチ前広幸に白井がコンビを組んで今日は凱旋試合福光です。そして左が木村、ツートップ清水と小川がコンビを組みます。今日は佐藤と三幸のダブルボランチ山口です。中にドリブル切り込んでいって右足シュート、最後はここはしっかりと松井が止めます。山口は一ついい形作りましたね。うまくボール預けて福光、福光左足、ボールボール最後は福光シュート打っていきました。ここでもそうですね、ボールへのアプローチっていうのを、ね、かなり意識して声かけされてますけれども、左高木中ヘディング、これはポストの横でした。最後狙っていきました4番の高井和真です。一気にロングフィードサイドを変えます。さあここは川に通った、一気にチャンスだ、走ってきて落とす、中には佐々木真理直接狙った、いやうまい、最後はビューティフルゴール高い、今シーズン6得点目。そうですね、まあここ最初のビルドアップのところでもね、それほど崩れてなかったんですけれども、ちょっと七選手が体勢を崩した中で、まあ、海選手もねいいコントロールができて、ここも力を抜いて ね、 そうですね、ボールをゴールにパスするようなね素晴らしいシュートでしたよね。奥には小川、菊池がしっかりとついている、こけてしまってセカンドボール、ボックス近くシュート、最後打つ、これはわずかにポストの横、狙っていました白井です。狙ったつくんどか、中は3人も入ってきている、ドリブルで仕掛けて、おっとこれは、あっとんどか今日2枚目、これで退場です。最後は体を出してしまいましたんどか。山口直接狙った、これはわずかにポストの横、まあ、そうですね、キーパーがいる方、壁がいない方に蹴りましたけれども、はい、これうまく狙って松井、これ触ってますね、ナイスセーブです。シチ左足、よく見えてた、小川ヘディング、まあ、よく見てましたね今のも。そうですね、はい、タッチ触ってチャンス作る、宮代パス出る、中宮代収めて左足、早速チャンス作っていきました。まあ、石田選手ですかね、はい、石田からパス交換でした、まあ、ここはただ時間作ります。そしてここで試合終了、山口5試合ぶりの勝利、3位の強い水戸を
完封で下して、今シーズンホームアウェーともに水戸に勝利を飾りました。レノファ山口 FC は連敗ストップ、およそ1ヶ月ぶりにここホームで勝ち点を積み上げました。